さあ今花道にライトがついております。これから選手が入場してまいります。高崎市中央体育館、今日のメインイベントは60分3本勝負であります。デビルカラーを身につけまして山崎樹、そして山崎樹の後ろから、これまた注目の新人外人でありますマンタガス、ゆっくりと青コーナーに登場いたしました。今日の山崎樹マンタガスの相手、さあこの音楽をお聴きください。今人気最高であります。今日もまたこの選手たちを見ようということで、高崎中央体育館は超満員であります。若いファンが増えました。長代千草が、そしてダイオネスアスカが、いつものような多くのファンの握手攻めに遭いまして、今花道を通ってリング上に上がってまいりました。さて今ファンから選手に花束が贈られておりますが、マンタガスと山崎樹選手には花束がありません。したがってマンタガスがなんとなく面白くなさそうな顔をしております。長代千草、ね、今日はあの男子皆さんもこの長代千草を見るのがね、はい、楽しみの一つだというふうに言ってました。今や本当に大きく成長いたしましたクラッシュギャルズ長代千草、そしてダイオネス飛鳥、まず選手の紹介であります。テープが乱れ飛んでおります。華やかなリング上、長代千草、師匠、そして風林火山、いろんな言葉がこの人にはぴったりであります。ダイオネス飛鳥、今日は外人とコンビを組んでおります山崎樹、全日本チャンピオンであります。デスピナ・マンタガス、この人は霊団会とともに今タッグのコンビを組んで大変な人気だそうでありますが、日本には初めてやってまいりました。まあ、日本のリングに初めて来た時はなんとなくその正体を表さないというか見せなかったんですけども、2試合3試合とですね構想を続けていくうちに、この人はなかなかしたたかなものを持っていると、ねえ、そうですね、印象が変わってきましたですね。なんて言いますかね、本当に最初のマットに比べましてね、はい、急成長を見せてますね。そうですね、本当この人はね、もう感心したんですけどね、はいはい、本当に勉強熱心と言いますかね、はは、実はですね男子プロレスの会場なんかにでもですね、はい、休みを利用して見に来たことがあるんですよね。そうですか。で私も取材に行ってまして、はいはい、あったんですけども、試合を見ててメモをつけてるんですよね。おお、これは珍しいですね。珍しいですよ。はい、さあ試合が始まった。まずクラッシュギャルズ空手殺法であります。いきなり空手殺法であります。さあ山崎樹、あーっとうまかった、懸命にこらえました山崎樹ね、しかしまあ山崎樹選手も最近はね空手の勉強特訓をひそかに始めようという気持ちを持っているそうでありまして、決して負けたくはない相手であります。面白いですね。おっと、ああ何かアマチュアレスリングを見るような動きですね。そうですね、この辺りはね、はい、まあ、山崎長代といえばですね、ジュニアのベルトを争ったね、中でもありますね。そうでした。まあ、それからお互いに一回り成長いたしましてね、今1ランク上の全日本のチャンピオンベルトを巻いておりますのが山崎樹であります。そして長代千草はね、もう堂々とジュニア選手権をね、返上いたしまして、今やダイオネス飛鳥と組みまして人気最高、しかも実力も身につけてまいりました。さあマンタガスであります。先ほど宮本さんの紹介にありました練習熱心というマンタガス、まだマンタガス若いんでしょ。23歳、ね、外人選手ですと若いですよ ね、 すね、はい、このマンタガスも秋代ちゃん23歳ですって、ね、え、外人選手の年ってのは分かりませんね。分からないですね、はい、さあ空手技政権が一発ボディに炸裂いたしました。こういった
空手技ってのはね、アメリカでも受けたことがないでしょう。そして上から行ったエルボーであります。高いところから角度をつけております。長与千草、さあサイドヘッドロックに行っている。どうですか男子にゃさん、長与千草ね、今のところまだ得意のあの回し蹴りが出てこないけども、あれを待ってるわけですね。まああの円錐蹴りとかね、回し蹴り、こういったのを得意としております長与千草選手であります。まああのここ一番といいますか、やはり強豪相手にはですね、いきなり使うんですけどもね、今日はまあまあ、ちょっとあの出し惜しみをしているわけではありませんけどもね、まだ使っておりません。ですから山崎一樹選手がご覧のような先制攻撃を仕掛けております。山崎の方が何か燃えている感じがありますね。宮本さん、あのやはりあの、まあ、フラッシュの人気の台頭といいますかね、はい、そういうなやっぱり形勢にやっぱり自分もね負けるもんかとい こう意地を見せてますよね。今日はあのちょっと松永隆社長と、まあ、雑談をしたんですけども、松永社長の胸の中にはですね、まあ、クラッシュに対抗させる意味でね、将来この山崎樹、そして成長目覚ましい縦のノリを、ね、この2人にコンビを組ませてね、はい、いつか、まあ、あのクラッシュそして山崎、縦の時代を作りたいと、はい、そういう構想もあるみたいですね。そうですね、まあ今は、まあ、横田デビルという一つの、まあ、2人のね、はい、あの頂点がいますけども、その後を引き継いでいく世代って言ったらもうこの人たちですからね。まだそういう素質を十分持ってる人たちですよね。なるほどね。今日はマンタガスとコンビは組んでおりますが、山崎樹としては絶対に負けたくないという長与千草、そしてライオネスアスクであります。秘書さん、はい、クラッシュギャルズですね、あのもうレコード発売まで間近と迫りましたね。あ、そうですね、いよいよ、はい、明日ですね、最後のレコーディングを行いまして、あ、そうですか、タイトルの方も決まりました、はい、炎のバイブルですね、はいはい、そして8月の21日ビクターより、新発売されますけれども ね、 なるほどね、このあの制作にあたっていますのが飯田久彦さん、はい、それからあの振り付けの方はですね、ピンクレディでおなじみのね土井はじめさんですね、はい、名コンビです。はい、期待したいもんです。さあ試合の方は長与千草そしてマンタガスであります。長与はあんまり体は変わらないみたいですけど、アスカがですね大きくなりましたね。そうですか、あなるほどね、まあ、あのずっと見てるよりもランさんね、久しぶりに見る方がいろんなあの印象面でのね違いがはっきりするでしょうね、はいはい、あったライオネスこの辺りは見事な回転指固め入りました。しかし山崎樹もですね負けておりません。もうとにかくあのちょっとでも攻められてるが嫌だという感じでね、さっとかわしまして今ジャンピングニーパッドであります。素晴らしい動きを披露しております山崎樹。何か今日が山崎一人でねクラッシュギャルズ、ライオネスアスカ、そして長与千草対決しているそんな飛躍であります。今マンタガスにタッチいたしました。さっき試合が始まります前にね、はい、アスカに会ったんですよ。ほうほう、でまあいい試合を見せてくれよなんて、はい、頑張りますなんて、まだ本当にあのあどけない感じがしますけど、はい、ね、このリングへ上がると体がまあなんか大きく見えますね。もともと大きいんだけども、また最近はですね人気が出てきましてね、自信も相当持ってるはずですからね。そうでしょうね、はい、まあ、あのどちらかというとあの早坂さんね、はい、この2人のコンビはボーイッシュと言いますかね。そうですね、そんな感じがするでしょ、うん、2人とも爽やかで結構細いでしょ今までの。そうですよ、ね、はい、でもすごいパワーだなと思って、若さですね、まだ10代でしょ彼女たちは。長与が19歳ですね。アスカがちょうど7月28日で21歳ですね、そうでしたよね、はい、まあ、お互いに若さがありますからね、両チームともなかなか。さあどうなりますか、また場外戦であります。今ちょうど上田コミッショナーの本部席であります。山崎樹、長与千草、場外戦でも負けておりません。さあマンタガスと何事か相談したか、あーっと相打ちでやります。なるほどね、場外で痛い目に遭いましたクラッシュギャルズ。さあさっと上がったのがマンタガス、そして山崎樹、レーラン会も早くも控えつからこのリングサイドに戻っております。さあ長与千草、山崎はやっぱり山崎は腹の中面白くないでしょうね。うん、そうなんですよね、はい、
塩野さん、はい、その辺ありましてね、ダイオネス飛鳥選手に聞きますとね、はい、やっぱりあの最近巡業でいろんな街を歩いていてですね、すぐにもファンからね、ファンでなくてもまあ、プロレスそんなに好きではないという方からもですね、はい、あーっと声をかけられるんですね。ほうほう、それがね大変嬉しいと語ってますね。あ、そうですか、はい、今やもうクラシカル旋風というのはね、本当にも全国的なものであります。爆発的に今人気を得ておりますクラッシュギャルズ。今日は高崎市中央体育館、試合が始まるもう3時間4時間前からね、若い女学生が列を作って開門を待っておりました。さあ、待ちに待ったクラッシュギャルズの登場で大いに場内沸いております。いい試合を展開しております。60分3本勝負、長いおつぎさ、マンタカスを捕まえてロープに振った、聖剣が一発、綺麗なカウンター。そして今度はどうか、あっと山崎が入ってまいります。さあ、山崎を買い上げた、おーっと、いやー、すごい技を見せました。長屋の動きも速くなった。しかし山崎も負けておりません。今度は高田全バスターで後ろに落としております。さあ、またカウントが入る。しかしカウント1であります。山崎ブリッジで逃れております。まあ、今先ほどあのハーフハッチやりましたけどね、はい、あれそうなんですか、先ほどもなんか、はい、あの試合前のその入り方をね、一生懸命練習してましたけどね。そうですか、はい、ねえ、まあとにかくあの連日ね、特訓に次ぐ特訓であります。そして毎日毎日新しい技を出そうとクラッシュギャルズは2人で話し合っているそうであります。そうじゃなくちゃね、まあ1年間の興行、どこに行ってもファンを満足させることはできませんもんね。そうですね、しかしあのライオネスとあのシグさんもいいコンビで、はい、いいスターが生まれそうですね。そうですよ ね、 ね、はい、あのすごい仲良さそうでね。そうそう、2人は本当にもう息も合ってましてね、はい、いつもバスの中でもね、とにかくプロレスのことしか話さないというコンビであります。さあ、またロープに切りました。どうか、今度は足を飛ばした、なるほど、これは逆を突かれました。そしてエルボーであります。そうですね、今政権と言うと、ね、かと思ったら足が飛ばされましたね、きましたね、はい、綺麗にカウンターになって入っております。この辺りの攻撃コンビネーションは見事、ライオネスアスカ。なかなかあの 新鮮なね、今日はあのカードですけどもね、なかなかあの両方ともスピーディーな動きでね、非常にあの好ファイト見せてますね。そうですよね、はい、まあ、あの山崎樹もね、今日は あまり知らないといいますか、コンビを組んだことのないマンタカスとね、どうかと思ったんですけども、はい、なかなかのよくやってますね、なかなかあのうまくリードしてますよね、はい、むしろ山崎樹の方があのリードする立場にあるわけでしょ、そうですね、大したもんですよね、はい、さあ山崎抱え上げます。どうするか、どうするか、あー後ろに落としましたね、バックフリップ。さあ髪の毛を掴んだ山崎樹、また後ろに落とす、いやーすごいですね、山崎強烈な技を連発しております。ライオネスアスカちょっと参っている。そしてまたマンタカスてあります。タッチワークもこの辺り見事、早いようです。おっと、しかしちょっとマンタカス、あーっとっと、何かお互いに合いという感じになりました。なんかちょっとここのところ悪いな、ちょっとねコンビがね崩れましたね。さあ、ライオネスアスカが捕まっております。マンタカスがどうするか、と今度は逆転であります。逆転、また逆転で長いおちぐさってまいりました。今のこっちのタイミングは見事でした。取れましたよ、ね、これを待っていたという男子屋さん。さあ、もう一発いった、まだいった、これはもう必殺のカウンター技であります。ここでもう畳み込まなきゃダメ、今度はいった、ジャンピングラリアートみたいな形ですか ね、 そうですね、はい、そしてさあサソリ固めに行きます、サソリ固めに行きます、入った入った、ギブアップかどうか、頭を抱えてギブアップ、ギブアップ、ジミー香山ゴングの妖精であります。鮮やかでした、ジャンピングラリアートから最後は得意のサソリ固めであります。やりました、さすがのマンタガス、たまらず、えらい長よ、こういったコンビネーションが出ればね、思わず男子皆さん、いいぞ長よ。さあ、1本を取りまして今2本目が始まりました。クラッシュギャルズとしては当然ストレート勝ちを狙っていくでしょう。早くも勝負を仕掛けていきます。ライオネスアスカパンチ攻撃、しかしこうなりますとまた負けておりませんのがマンタガスであります。デスピナマンタガス。さあ、2本目が開始されております高崎市中央体育館。
ファンの強制声援も大変でありますが、ショルダーバスターを出したね。そうですね。あれ、なあれ肩を落とすんですか。はい、あの肩を落とすんですよね。いやこの人はね、本当意外なところで技を出しますね。ああいった技を出されてるんで、今ね、ちょっとあのライオネス・アスカね、おっという顔をしました。さあ、今度は山崎樹が飛んだ強烈なキック入りました。ライオネス・アスカ参った。ここで長吉審査が出てまいりました。さあっと空振りだ、空振り、空振り、よく見ておりました。これは大きな空振りであります。山崎樹が今度は行く。おっと、足を持った。なるほどね。今のは何か一つタイミング合わなかった。そうですね、したがって今決まりません。長代千草後ろに落としました。バックドロップであります。カウントが2です。山崎いつき、そして長代千草。さあここでマンタガスにタッチいたしました。長代千草がロープに取られます。どうするかと、回転エビがためだがどうでしょうか。カウントは2であります。逆転技、回転入れ方もやりました。今度はどうしますか。あーっと、今度は蹴り上げられました。まあとにかく思っても見ないようなね、技で反撃してきますんでね、ちょっとクラシックギャルスもやりにくそうであります。さあ場外に落ちました。4人の選手たち、向こう側、山崎樹が今ライオネス・アスカ場外戦になりますと、はい、クラッシュも分が悪いですね。そうなんですよね、はい、特に場外戦は山崎うまいですからね、デビル、ね、デビル軍団時代でね、はい、十分デビルマサミにね、極意を教わってます。はい、ちょっとねやられたという表情を見せました長代千草。さあ早くもマンタカスが襲いかっております。長代千草、さあコーナーに持ってこられました。山崎が行ったかっと、これは空振りではあります。これが入っていったら一発です。そうですね、今先頭、を割とよくあの山崎選手使うんですけどね、はいはい、おっとライオネス・アスカジャイアンツイングの体勢に入りました。これはクラッシュ、特にライオネス・アスカの18番であります。よくジャッキー佐藤がやっておりました。さあカウントが入りますが、あカウント2でした。ロープを握っておりました山崎樹であります。髪の毛を引っ掴んで起こした。そして今長代千草にタッチいたしました。さあ長代どうするか。おっとファイブドライバー、入った、これは強烈だ。さあストレート勝ちなるかとカウント。いやーよく頑張った、よく頑張った山崎樹、これは素晴らしい。おっとまた後ろに飛ばした。このまま決めるか、今度も入った、ストレート。いやーいやー長代、長代ったね、ダンさんの前で素晴らしいホールが出てあります。綺麗に決めました。やりましたですね。そうですね、まあ、あの前のパイルドライバーが効いてましたね、これでちょっと山崎選手ふらついてましたからね。そうですね、今のはちょっとねかわすことができませんでした。山崎樹であります。あれあれどうしたんでしょうか。ライオネス・アスカ今マンタカスとちょっと揉めております。山崎樹大丈夫でしょうかね。そうですね、あの、はい、パイルドライバーがちょっと打ちましたね。ねえ、うん、パイルドライバーが決まっておりましてね、後頭部を打っておりました山崎樹。あともう風車固めをやられたところ ね、そうですね、ちょっとどうしようもない感じでしたね、はい、ご覧のように今担がれて控え室に戻るところであります。それに